はい、はい。今度は3月入ったよ。3月4日。あ、そうか、もうマイクチェックも終わってるからいいんだ。じそう、はい。ゃあもうやっちゃいますか。では。なんか眠たそうだな。なんかダメだな。いや、何？眠たそうだな。眠たそう。朝だもん。では、あ ちょっと待ってくださいね。何をやるんでした。分かりました。どうしようかな。いや、これ最初でいいんじゃないですか。うん。私だってめちゃめちゃ間違えてるじゃないですか。そう、めちゃくちゃ間違えてますね。はい。ってことはもしかして、はい、変えた方がいいかも。いやいや、もうダメよ、もうダメ、ダメなんかい、もうダメ。ケチいいじゃんか、もう。じゃあローマじゃないみたいよ。はい、終わりです。まあ、ローマじゃない。ローマの写真の曲あるのよ、有名な人が書いた。ローマの写真の曲はちゃんと存在するんだけど。違うの、これはベニスの写真の曲。かー、でもまあローマの写真あるっぽいっていうのは、これはだから間違う人多いかもしれない。ローマの写真の曲があるので、まあいいよ、ベニスだとは思ってなかったもん、最初から。はい、じゃあいいです。はい、次、これね、水見せないようにしてたの。これパリを消してニースにしたから。うわー、そしたらもう絶対にバレちゃう。そう、よかった、見られなくて。なんか隠してんなと思ったんですよね隠してました。あ、見えてる。はい、お、はいはい。はい、ということで、気になるね、最後。また来週お会いしましょう。サンユリナとマーシー山本でした。この後も FM1 でお楽しみください。ありがとうございます。でも本当に暗いよ、食卓の始まり。逆に気になる。真っ暗、そんな暗いさ。もうね、これ聞いた後、なんちゅうの、あの中島みゆきをね、はい、ずっと聞いた感じになる。ずその例えがあれだけど、うん、まあ、分かる、重々しい感じってことですね。重々しいというか、そういう暗い、心底こんな暗い曲があるんやみたいな。じゃあちょっと宮下さんに写真撮ってもらえます。あ、カップラーメン持ってこれ。いいよ。で、あともう一枚はこれも写真撮って、一緒に。わかめ、わかめ、まさかのわかめ、私の昼ご飯が写真に撮られます。ラーメン大好きです。でもう本当にクリス、まだダメか。こっち向きはいけるけど、左向こうとすると本当に。これってさ、もしかして賞味期限めちゃめちゃ長いんじゃない。そうだよ、そうだよ。麺が入ってないから。いや、待て待て、先隠しといてね。先こっちのレポート頑張ったような写真撮るから、隠しといて。うん、そこは入りません、大丈夫です。マジなの。レポート、こっち側の方がいいな。はい、せーの、ちょっと寄り耳で。はい、OK です。ラーメン、ラーメン、ラーメンじゃないんだけどね。そう、最初さ、こんなでかいの食べるのかと思ったんだって。はい、で、見たら麺がないよマーシーさん、指さして、麺なし。そう、麺なし。ここか、はい、はい、せーの、はい、ぶっちゃ、はい、OK です。はい、ありがとうございます。どうなんだ、みんな真っ黒になるのかな、お湯入れると。かもしれない。すぐ食べれるの。これ何分かかるの。3分。あ、3分待つんだ。やっぱ戻す。あ、だってわかめだもんさ。増えるわかめ知らずに入れた時、本当に鍋から溢れたことがある。それは私もありますね。